DIY 教室人工芝の耐熱実験。一般的に人工芝の耐熱温度は80度と言われています。これはパイルのストレート糸に使われているポリエチレンが80度を超えると熱の影響を受けるためです。どれくらいの温度で変化が起きているのか、今回は2種類の実験を実際にやってみました。熱湯をかける耐熱実験。まずは影響があるとされる80度以上でどうなるか、沸騰させたばかりの熱湯を人工芝にかけてみました。熱湯をかけた部分のパイルは倒れましたが、溶けて縮れたようには見えませんでした。乾燥させた後でパイルを起こしてみると、熱湯をかける前とほとんど変わりませんでした。ポリエチレンは軟化温度が80度から90度程度なので、熱湯をかけると柔らかくはなりましたが、意外にも80度を超えただけでは溶けて縮むまでには至らないことが分かりました。熱風を当てる耐熱実験。次に100度を超えた場合にどうなるか、温度調節できるヒートガンの熱風を当てて実験しました。こちらの実験もまず100度以下から開始しました。ヒートガンの設定温度と当てた人工芝の表面温度がだいたい10度くらいの差になる距離を見つけ出して、人工芝の表面温度を測りながら目的の温度になるまで熱風を当て続けました。表面温度が80度になるまで当てた場合、ほとんど変化は見られませんでした。続けて熱湯実験と同程度の90度、100度でも倒れたパイルを起こせばほとんど元に戻りました。表面温度を110度に上げると、熱風を当てた部分のストレート糸が少しずつ縮れてくるのが分かりました。後でパイルを起こしてみても、ストレート糸の縮れが戻らず、クリンプ糸が少し目立つようになりました。さらに120度まで上げると、みるみる縮れていく様子がはっきり分かりました。ストレート糸は縮れた状態で起こせず、もともと縮れているクリンプ糸がよく目立つようになりました。ポリエチレンの溶融温度は110度から120度程度なので、今回の実験とほぼ一致する結果となりました。人工芝が溶ける事例としては、非常に高温になっているものの熱にさらされるケースや、太陽光が複数の窓などに反射して一箇所に集まることでごく稀に高温になるケースがありますが、一般的な使用方法の場合、人工芝の表面温度が100度以上になることはほとんどありません。